こんにちは。朝6時半です、晴れているようですね。また雪化粧となりました、凍ってますね。すずめの学校の校舎にも雪が積もっています。今朝の気温マイナス4度、寒いです。猫の足跡がたくさんありました。元気ですね。さっきから大きな声で鳴いているのはどうやらムクドリのようですね。スズメもたくさんいます。今朝も残月が見えました。綺麗なお月様ですね。つぐみがいました。胸の模様がとっても綺麗です。珍しくキジバトのつがいが家のそばまで来ています。まんまるつぐみ、気に入ったんですがピンボケです。キジバトはスズメが残した蒔絵が気に入ったようですね。トウモロコシとか麻の実を食べているようです。メジロもいましたね。金木犀の木の中から出てきてみかんをつついています。白石霊は今まで何を食べてるかほとんどわからなかったんですが食欲旺盛になりました。スズメの学校にスズメたちがたくさん集まってきました。電線にいるのはモズのようですね。可愛い顔ですけどもサングラスをかけているのでオスだと思います。冬毛のモズは超可愛いですね。とても獰猛な鳥とは思えません。手前がスズメで奥がつぐみです。仲良く一緒にいますね。つぐみも食欲旺盛です。いろんなものを食べています。スズメも何でも食べるという感じですね。白鳥が飛んでいきました。一瞬でしたけどもね。白鳥綺麗ですね。ハシボソガラスもいつものように牛脂を食べに来ています。ちょっと面白かったのでスロー再生してみます。牛脂の白と雪の白、雪が落ちていくのが見えたかと思います。メジロは相変わらずみかんをつついてますね。つぐみ今度はリンゴを食べています。見る角度によって顔が違いますね。日が差してきました。明るくなってますね。ヒヨドリとムクドリこうやって見ると全く形が違うんですが、単独だと見分けが結構難しかったりします。今度はつがいでメジロが食べてますね。ヒヨドリの羽繕いです。ヒヨドリの方がスッとしてますね。シジュウカラひまわりの種を食べています。一瞬ですがまた白鳥です。雪が飛んできてアトリも飛んできました。多分右がメスだと思います。今度は別な場所なんですがここには10羽くらいいたかもしれませんね。綺麗なオレンジ色です。今日は大集団ではなく小さなグループでやってきてくれたみたいです。真ん中はつぐみ、そしてスズメがたくさんいますね。ずっと上の方を見てみるとアトリもいました。スズメと一緒にアトリが何かつついて食べてますね。ちょっと小柄だと思うんですがもう一羽やってきたアトリ、こちらは体がちょっと大きい気がします。大手まりの枝にいるのはメジロですね。ふんどし母さん猫一瞬でしたね。スズメとメジロスモークツリーの枝に仲良くいましたがメジロが残りました。トラちゃんも雪の中歩いてます。シジュウカラ今日も巣箱にやってきています。昨日は緑色の巣箱を物色していましたが今日は黄色い方の巣箱を物色しています。野鳥の春がやってきたんでしょうかね。今日も巣箱には入りませんでした。丸尾です。抜け毛が多いので久しぶりのコロコロです。丸尾はこれが大好きです。今日はこの辺でバイバイニャン。